どこかに行きながら。小川、未明。子猫は、彼が生まれる前の母親の生活を知ることはできなかったけれど、物心がつくと宿なしの身であって、方々を追われ、人間からいじめ続けられたのでした。ある家の破れた物置の隅へ、母猫は子供を産み落としました。ここで幾日か過ごすうちに、子猫はやっと目が見えるようになりました。そして、母親の帰りが遅いと、空き箱の中から明るみのある方を向いて、しきりと泣くのでした。もし、母猫がその声を聞きつけようものなら、急いで走ってきました。そして、箱へ飛び込むや否や、子供に、乳房を含ませたのであります。しかし、ここも安住の場所ではなかったのは、突然、物置へ来た主人が見つけて大いに怒り、いつこんなところへ巣を作ったか！さあ、早く出て失せろ！と、ほうきで叩き出そうと追い立ててきたからでした。哀れな母猫は、慌てながら可愛い子供をくわえて、逃げ出すより道がなかったのです。空き地を抜け、林のある方へと行きました。そこには小さな祠があって、その縁の下なら安全だと思ったのでしょう。けれど、そこは湿気に満ち、至るところに蜘蛛の巣がかかっていました。それだけではなく、野良犬の隠れ場所であることも気づくと、そこを一刻も早く去るのを躊躇しませんでした。母猫は別に心当たりもなかったので、子供を口にぶら下げたまま、再び、町の方へ引き返していったのです。秋も末の頃、町の中は至って静かでした。その日は風もなく、青い空から太陽が暖かに、家々の屋根を照らしていました。母猫は、窓の開いた布団を干してある、二階建ての家が目につくと、大胆にも塀をよじ登りました。今は、どんな冒険をしても、子猫のために、いい場所を探し出さなければならぬと思ったのです。幸い、人がいなかったので、すぐ座敷へ連れて行きました。自分も傍らへ、長々と寝て、乳を飲ませました。これがいつまでも続くものなら、親子の猫は、確かに、幸福だったでしょう。普通の飼い猫なら、贅沢でも何でもないのだが、二匹にとっては、許されぬ望みでありました。はしご段を上がってきたおかみさんが大騒ぎをして、殴る棒を取りに行きました。きぃ！宿なし猫に入り込まれては大変だ！こんなことが二度とないように懲らしめてあげるわ！しかし、彼女の戻った時には、二匹の猫の姿はもう見えませんでした。重なり合うように立ち並ぶ家々の屋根は、さながら、
大きな波のようでした。地の上に住むことのできないものは、ここが唯一の場所であったかもしれません。二匹の猫はもう降りようとはしませんでした。時々、脅かすようにものすごい木枯らしが吹かなければ、なおよかったのですが。お前はどこへ行っても行けないよ。じっとして、私の帰るのを待っておいで。母猫は、こう、子猫に諭したのでした。高い家に挟まれて、目立たない平屋は、比較的風も当たらなければ、日が差すと、ブリキの屋根から、かげろうの立ちそうな日もありました。子猫が一人歩きさえしなかったら、ここはどこよりもいいところだったに違いありません。しかし、行くたびとなく追われ、いじめられ続けて、そのたびに母猫が命を懸けて守ってくれたのを知っているので、子猫は言いつけに背くことはなかったのです。母猫は、後に残した子猫のことを心配しながら、方々のゴミ箱や勝手元を漁ったのでした。その苦労は、決して、少しのことではなかった。いかに気が急いでも、何か見つけられなければ、虚しくは帰れなかったのでした。そのうち、塀をかき登る鋭い爪の音がすると、子猫は母猫が帰ってきたのを知り、続けざまに泣いて、ひさしの下から顔を出すのでした。その時、母親の痩せた姿が西日を受けて、屋根へ灰色の長い影を引きました。毛のつやもなく、脇腹のあたりは骨張っていました。彼女は子供の無事だったのを喜び、持ってきた餌を与えました。そして、自らの空腹を忘れたほど目を細くして、子供の食べる姿を見て満足したのでした。冬の晩には、寒い、身を刺すような北風が、容赦なく、屋根の上を吹きまくりました。母猫は、子供を壁の隅へ押しやるようにして、自分の体で風を遮るだけではなく、体のぬくもりで、温めてやったのでした。そのため、子猫は安らかに眠ることができました。それは子猫の生涯にとっても忘れられないほど心に感じた出来事だったのかもしれません。朝、太陽が上がると母猫はまた出かけていきました。霜が真っ白に、雪のごとく屋根へ降りていました。その結晶が、チカチカと目を刺したのです。子猫は身震いをしました。行きかけた母猫は、振り向いて、今日は後からいい天気になるのよ。また遊んであげましょうね。言いました。この部屋の下には、どういう人たちが住んでいるかわからなかったけれど、朝と晩には、若くて元気のある話し声や笑い声がしました。いたずらをするような子供がいなかったのは、何よりの幸せでした。
ある日のことでした。太陽のよく当たる屋根の上で、母猫と子猫が機嫌よくからかい合って遊んでいました。すると、どこからか。痩せたお母さんのお乳しか飲まないのに、あの子猫はよく太っているわね。と、話し声が聞こえてきました。それは、あちらの高い窓のところでするのでした。こちらを見ながら、一人の少女が、後ろの妹に言ったのです。少女は、手に持っていたパンをちぎりました。突然、何か音がして、猫のそばへ落ちました。驚いた母猫は、背を丸くして、身構えました。逃げるより、子供を守らなければなりません。落ちたのは、なんと、香ばしいバターのついたパンではありませんか。高い窓を見上げると、姉妹の少女がこちらを見て笑っていました。その様子で悪意のないのを悟りはしましたけど、母猫は油断をせず、餌に近づこうとはしませんでした。あげたんだからお食べ、と、少女が安心させるように言いました。子猫はついに我慢がしきれず、パンに近づきました。母猫はそれを許すごとく見ていました。そして、自分は子供にやるつもりか、食べようとしませんでした。少女がまた、パンをちぎって投げました。今度はあなたにあげるのよ。母猫は、前に落ちたのを初めて、静かに口に入れたのであります。冬の間中、2匹の猫は、この辺りの屋根を住みかとし、終日、日当たりを探して歩いていました。春となる頃には、子猫はもうだいぶ大きくなっていました。町裏に、隣組の人々によって、耕された田んぼがありました。そこには黄色の菜の花が咲いていました。他の人には気を許さなかった子猫も、可愛がってくれる少女には懐くようになりました。その頃、白い雲の慌ただしく走る空の下で、子猫は菜の花に止まろうとする白い蝶を葉っぱの陰に隠れて狙っていました。こうして再び地上に降りても、今までのように母猫は後を追おうとせず、なるだけ離れて気ままに遊ぶ子猫を見守るという風でありました。もうじき一人前になるのだもの。私はそうついて歩くまい、と言わぬばかりに、目を細くして子猫がうまく蝶を捕らえられるかどうかと眺めていました。これをまた、そばから見ていた少女は、子猫の様子があまりに可愛かったので、足音を立てぬよう後ろへ回り、いきなり抱き上げると頬ずりをしました。母親はこれも見ていました。そしてその時、子猫の行く先を見抜いたのであろうか。悲しそうに一声高く泣きました。
そしてその声を残してどこへとなく行ってしまいました。それきり母猫の姿をこの辺りで見なかったのであります。お母さん、この猫を飼ってちょうだいと姉妹が言い張ったため、ついにその願いが叶えられたのでした。その後、子猫は雨にさらされることもなく、また飢えのために寝れぬということもなかったのでした。お前のお母さんはどこへ行ったのでしょう。お前はみんなから可愛がられて幸せなんだよ。きっとどこかにお前のお母さんはいるでしょうに。こう少女は子猫に向かって言うのでした。たとえこうして向かい合っていても、そこには人間と動物の隔たりがありました。考え方にも違いがあると見えて、絶対何を言っても通じなかったのが少女には悲しかったようです。いよいよ冬が去るのか、嵐の吹きすさんだ夜のことでした。風は空から屋根の上を吹きまくり、窓の戸へ突き当たりました。じっと耳を澄ました子猫は急にイライラしだして、部屋中を騒ぎ回り外へ出ようとしました。なんだか様子が変だから早く出しておやりとお母さんまでがおっしゃいました。姉の方の少女が雨戸を細めに開けると、隙間から激しい風が家へ吹き込みました。この風の中をどこへ行くの？少女が言いました。子猫は闇の中へ飛び出してさまよいながら、目に見えぬ影を慕うごとく悲しい声で泣き続けました。きっと母猫のことを思い出したのだわ。姉と妹は顔を見合わせました。あの屋根から屋根を子供を連れて歩いていた痩せた母猫の姿が二人の目にははっきりと浮かびました。子猫は遠くの方まで母を探しに行ったと見え、風の途切れにその泣く声がかすかに聞かれました。かつて寒い寒い木枯らしの吹く夜、そして霜のしんしんと降りる夜明け方、母猫に抱かれて安らかに眠ったその懐かしい記憶が風の音によって思い起こされたのでありましょう。